どうも、この丸です。キータロです。今日は追っかけ雑とシャープ17-1-4について話していきます。前回は漁期までの、まあ、感想と社長のコメントみたいなところで終わって、で次が春闘で、まあ、一応このメンバーはボーイズたちは終わりだね。感想は、うん、そうだね。で春闘は僕最後になるのは間違ってるんじゃないかなと思うけどって言って、またニコ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 ベイビーザウルスちゃんね、うん、かわいい。うん、もう語彙力なさすぎて全然言いたいことをまとまらずに言えずに終わっちゃうことが多いんですけど、このステージを用意してくれて本当にありがとうございました。やっぱりこの1週間という短い期間でここまで作り上げられたということにすごく感動していて、昨日の夜とかもずっと昨日撮った動画を永遠と見ていて、りょうきくんとジュノンくんと部屋が一緒なんですけど、ずっと見ていても飽きないねって3人で話していて、そんなパフォーマンスを1週間で、しかも11人で初めてやるってなったのにできたっていうのは、みんなの思いが一つになって練習に取り組めたかなと思いますし、何より支えてくれたスタッフの方々とタカさんがいてこそこのステージだと僕は思っているので、本当に感謝してもしきれないです。ありがとうございました。あのね、ちょっと先に気になったんが、まず部屋がジュノンとリョウキと一緒っていうのがなんかちょっといいね。うん、あーそっかそっか。なんかさ、あの一回ここにリュウちゃん加えたバージョンでなんかすごい楽しそうなシーンあった気がするんよ。うん、いつかの審査の後だよね。そうそうそう、なんかお部屋に戻ってなんか初めて食べたみたいな、悪くないみたいなやつ、ポテチ。ああそうだね、ポテチ食べてたね。うんまたポテチ出てきた、気づいたら今そう自然にねジュノンの元にポテチありって感じだね。うん、運なのかなまああとはさ、語彙力ないって言ってたけど、まあなんか日経エンタでもシュントはさ、コメントのところ、コメントの力なんかあって羨ましいみたいなこと周りのねメンバーたちにも言ってたけど、別にそんなことないしちゃんと言えてるからな、なんかで、うん、まあ、この時から思ってるのかなとも思ったけど、なんか全然いい感じだ、うん、いい感じだったよね。うん、そうだね。なんか具体的なエピソードとか言ってくれてね、うんうん、すごい聞き手に伝わりやすいっていうか。で社長が1ヶ月の中でシュントのことで改めて気づいたのは、シュントは天才と呼ばれる部類の人間ですね。どの曲を聴いてもどの曲をやっても絶対にシュントになる、そういうところをすごく見られたのはこの合宿の大きな発見でした。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。なんかさ、このまず、ま、天才の部類とかその、うん、なんかどれをやってもシュントのものになるみたいなとこ行った時のシュントのちょっとにやけてる感じ、すごい可愛いよね。あーそうだね、なんか確かにちょっと隠しきれないみたいなねそうすっごい褒められるというかねなんか口閉じながらも頬は上がるみたいなそうそうそう、ここはあんま笑っちゃダメなんだぞみたいな顔してるけどついもうつい、うん、ついもう顔緩んじゃう。うん、まあ、あとはさ、あの前回のムーブオーの時にも社長は言ってたけど、その例えば日経クロストレンドのところの記事でも言及はあったけど、ほんと、まあ、シュントは天才の部類みたいなところはね、なんか何回も聞いたことあるからさ、うん、うん、シュントすごいよね。なんかさ、本当に確かにそのステージをこう楽しむ力とかさ、自分のものにできるみたいなところはめちゃめちゃ感じるもんね。うん、うん、そうだね、一気になんかシュントくんの空気になるっていうか、うんうん、いや汚ってわかるもんね。うん、でその後、まあ、社長がなんかすごいことになっているぞっていうのは何日か前から聞いていたので、お返しできるものはないかなと思っていたんだけど、もしよかったら受け取ってもらえないかなと用意しました。こうやってダダダダダダダって、もうさ、パーカーをダダダダダってスタイリストさんみたいな感じでさ持ってきてさすごいね、両脇に抱えてさ、ダダダダダってねまたはアパレルの店員ないよ店員さんですよ。すいません、在庫補充しますみたいな割とじゃあたくさん陳列されてるようなところのとこですね。うん、そうそうそう、結構ね、あの大型の、またセール時期の何回言ういやいいよね、ここもなんか社長自らがさ、うん、取りに行く感じもまたいいよね、本当に。いやそうだね、しかもさ、このさ持ってきて走ってきてる間のなんかこうみんなの、え、なになにみたいな、なんか、うん、すごい走って持ってきたみたいな、なんかレオくんもびっくりしてるじゃんそう、なんかもう驚きでもなんか涙ぐんでて、なんかすごくいいよね。なんかもうレイちゃんとかも顔くしゃーってなってさ、うん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 、うん、なんかやばいね、ちょっとやばいね。うん、てかでもそうだよね、なんかさ頑張ったからなんか聞いてくれるかわからないけど、でもなんか
渡してあげたいみたいな、そういう、まず、まあ、その物も嬉しいし、何よりやっぱ気持ちが嬉しいよね。うん。ね。いや、そうだね。だって、やっぱりこれなんか、急遽感ちょっとあるじゃん。このタイミングじゃなかった説もなんかよくちらほら聞くじゃん。うん。うんうんうん。うんうん。いや、だからやっぱりこのね、やっぱお返しできるものはないかって、やっぱもう、あまりにもね、多分、ボーイズのパフォーマンスが良くて、プレゼントもらったから、社長もね、うんうん、こうやってプレゼント、まあ、いつか渡そうとしてたけど、前倒しで、みたいなね。すごいね、うん。今だって、なったんだもんね。うん。だからやっぱりさ、こういう普段から、こう、信頼、社長への信頼もあるからこそ、こういうのが渡せるわけであって、やっぱ、うん、なんだっけ、やっぱ、架空の先生の話したい。僕が大好きな架空の先生。そう。なんだっけじゃないよ。自分たちで生み出してるから。まあだからその、だから本当にだから信頼関係がない、本当今まで大したこともしてきてない、ないような指導者、まあ、もしくはプロデューサーだったら、たとえこんなさ、よし、持ってきたぞみたいな感じでさ、持ってこられても、うん、みたいな。なんかちょっと持ってきたんだけどみたいな、なんかすごい冷めた感じになると思うよマジで。そうだね、ちょっとざわざわみたいな、なんかお互い顔見合わせてなんか来たんだけどみたいな。すごい張り切って持ってきたんだけどどうする、切るみたいな、最初だけ切って後で脱ごうみたいな。いや、なんか分からんよ、辛いね。でもまあその架空の先生だったらね、うん、そうだね、うん、でも架空の先生、うちらの設定の中だったらやっぱりそれはさ、そこまで一緒になんかこうやってる時間もなかったし、なんかやってきてる時間っていうのも作ってなかったし、なんかちょっといいとこだけ顔出して去るみたいな感じのパターンの先生のことだもんね。うん、うん、いや、そう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 。本番とか保護者見てる前だけちょっと張り切る先生なの。だから誰な、マジで。誰のこと言っとるの。な、マジで、この話さ、多分、シャープ17の1で出てきたと思うんだけど、うん。まあ、その時すごい、本当にね、この架空の先生の、この太郎さんのなんか、ちょっと、軽く憎しみやるんかなみたいな感じの、なんか、癖にとか、すっごい多くて。それ、17の1の1で言ったかな、うん。そう。なんか、全然来ない癖にとか言って。絶対誰かを思い浮かべとってるの、俺ね。だから誰ってなったよね。いや、いないんだけど、ほんと架空なんだけど。まあでも社長はそうじゃなく、本当にこうみんなが喜んでくれるっていう、すごい最高のやつだからね。うん。いや、もうこのボーイズの反応がもう、それを物語ってるもんね。うんうん。うん、でもちなみにさ、その社長ネーム入りはさ、デビューが決まったらだと思っていたからって言ってるけど、これデビュー決まった後、うん、本当にネーム入りで渡したんかね。ああ、ビーフォンのメンバーに？そうそうそう。ああ、ねえ、確かに。あれ？なんか、来てたっけ？なんか、こう、教えてくださいって言ったらめっちゃ教えてください。めっちゃ教えてくださりそうだけどね。いつもありがとうございます。で、社長はやっぱ、今渡すしかないなと思って、もう渡すの早すぎるかなと思ったけど、今渡すしかないかなと思ってって言って。うん。うん。感情に従って渡させていただくことになりました。しましたと。いや、来てくださいって。うん。いや、なんかめっちゃ尊敬してる人のやつだったら、確かに着る。うん。そっか、でもこれも今あれだもんね、グッズとかで、ちょっとこのデザインが全く同じかは分からんけど、グッズとかでこう BMSG の、なんかいろんなもの売ってるもんね。うん、そうだね。なんか合宿のさ、結構前の方であったけど、そのザストリングとかもなんか色違いで売ってるんだよね。うんうんうん。うん、なんかボーイズたちにプレゼントしたやつの色違いが売ってたりとかするっぽいから、うん、パーカーもあるんかな。うん、いや、あると思う。で、あとさ、私が最近見たのはやっぱスーツケースとかあって。え？そうなの？そうそう、すごいよね。それ持って合宿行けってこと？山梨オンリーだ。あ、そう、山梨行くために。だからザストリングつけて、なんかボトル持って、パーカー着て、スーツケースのグッズすごいね。うん。ちょっとでも、いいよね。面白いよね。いい。なんか、いい。なんか気持ち高ぶりそう。うんうん、うん、そうそうそう。で、ソータが、これをいただいたのも、必然かなって思うんですけど、トゥーザファースト一緒に、踊っていただけませんか？お願いします。こう、社長に頭下げるやつね。うん、ああ、やばいやばい。ね。で、レオがさ、ダメだろ、ダメだろ、こうやって。押すなよのやつなんよ。ね、茶番、ちょっと茶番っぽいのもいいよね。で、社長がちょっと振りみたいな。振り思い出してなんかやってるやつ見せてきてさ、うん、ふふーみたいな。なんか、何これ。この動きたち。やばい、このシーンやばいな、なんかまた泣けてくるぞ。うん、
やりましょう、みたいな。イエーイってやつ。最高だよね、マジで。何この空間。やば。ねえ。ああ、やば。なんならやりに来ているところもあるからね。うん。でこのさテロップでボーイズのステージを見て高ぶったスカイハイってやってさ、だからやっぱりこれ、うん、予定されてなかったやつってことなのかね。あじゃないじゃない、絶対そうじゃない。いややっぱそうだよね、うん、すごいよね社長、まあ、やっぱフッカルの鬼みたいなとこあるからさ。そうだね、まあ、それ でその後お揃いのパーカーに着替えて12人でトゥーザファースト披露することにっていうやつで、あのもう振り入れみたいなところやるじゃん。めっちゃもうその時点でさ、うん、社長ほぼ踊れてないと思ったけどさ。いやーそう。すごいよね。なんかやっぱさすがプロっていうか、やっぱ、ね、15年以上さ、グループでやってて、うんうん、やっぱそういうところを、まあさか言ってたよね、その後もね、確かね。うん、うん。なんか見せてやろうみたいな。そうだね。みんなの顔見えてるうちにやるぞって気持ちになっちゃって、まあ、社長曰くね、うん。引っ張り上げられましたね、自分が。うん。でなんかこう社長の振り入れってなんかさ、私見たことなくて、なんかいいね、うん、新鮮で。いいよね。しかもさ、このさ、今これだったらレオくんとかさ、ランくんが横でやってさ、教えてるみたいな。うんうん。ないよね、なかなかこんな光景ね。確かに。で、社長がかっけーとか言って。うん、いや、あなたがかっこいいのよと思いながらね。うんうんうん。すごいね。で、社長曰く15年、6年、プロをやっているから、俺がもたもたするわけにはいかないので、スキルというかキャリアを見せなきゃ。めちゃくちゃ集中して涼しい顔で振り入れしました。5分で入れてやろうと思って。いやー、まあ、フルサイズではないけどさ、いや、にしてもよ、マジで。多分最後のサビみたいなね、全員で踊るところをやってるんだけど、それでも5分、やばいよね。5分はやばい、5分はやばい、マジで。そっかそっか。いやー、いいね、そこで。確かに。でも涼しい顔でやるのもね、社長のプライドみたいなね、かっこいいね。まあ、テロップ的にもね、プロ15年の維持。スカイハイわずか5分で振り入れ完了とか言って。短い、5分は短いよ。うちらの動画はめっちゃ長いけど、5分短いよね、本当に。5分なんてすぐだよね。5分すぐすぐ。で、いよいよさ、トゥーザファーストの音楽鳴り始めてさ、なんか今までのダイジェストみたいな映像がわーって流れてくじゃん。うん。もう1ヶ月に及ぶ合宿審査へとかから始まってさ、なんかみんなの、なんか音楽漬けの生活で、なんか、まあ、基礎練習とかさ、なんか先生のトレーニングとかもあるけど、やっぱりさ、なんかみんなとこう楽しそうに笑い合ってるようなところとかさ、うん、ね、なんかあこういうシーンあったなみたいなのがいっぱいこうバーって流れてくるからさ、なんかみたいな、もうやばいよねこういうの。やばい、ちょっと走馬灯じゃないけど結構ね、うん、なんかもうすごい、なんかもうてかめっちゃ懐かしいのとかもあったもんね。そうなん、本当に。ねえ、しかもやっぱね、惜しくも脱落してったさ、ボーイズたちとかもいてさ、でもなんかみんなその時笑顔でさ、練習のシーンとか笑顔のシーンとかもいっぱいあって、なんかすごいグッときたよね。本当に。まあ、あとはやっぱもちろん別れのシーンもさ、こう映っててね、そこはもう本当もう辛いよね、やっぱり何回見ても。本当そうだね。で、なんかそういうさ、練習シーンとかもだけど、少しずつステージのさ、ムーブオンとか、ビーフリーとか、なんかそういう映像も挟まれて、うん、それはそれでなんかかっこいいくて、やっぱなんかこのなんだろう、対比みたいなところが、またこうグッとくるんよ。確かに確かに、どんどん結構かっこいい風の映像に切り替わってったよね。そうそうそう。天くんのあの、ハグする感じのところとか、もう泣けるし、みたいなね。あれはちょっともういつ見てもやばいね。で、最後にさ、最後にじゃ最後じゃないけど、まあ、そのダイジェスト的なやつで言ったら、その同じ場所で To the First のパフォーマンスをしたスカイハイが、っていうテロップとともに社長がさ、こう、披露してる時のあの、アーティストスカイハイとしてのさ、すごいかっこいいやつ、表現者、もう表現すごいな。すごいよね。このモノクロームの映像とともに。で、なんか2番のところからね、そう、パフォーマンス披露してくれるのか。映像としてはなんか出てきたね。そうだね。シュントのところから。うん。ボーイズと共に初めてのパフォーマンスって言って。こうマイク持ってないから、まあダンスみたいなところだとは思うんだけど。うん。にしてもみんなのさ、この、なんか、やっぱちょっとリラックスしてる感じもあって、ただ楽しそうに。でもいいものを作りたいっていうさ、感じの、なんか一つになろうとしてる感じがすごいよね。そう。なんか本当に、本ちゃんのステージ、合宿最終審査としてのトゥーザファーストもめちゃくちゃ良かったし、この、お揃いのパーカー着て、ちょっとラフで、でもめっちゃ力入ってて、みたいな。これも本当いいよね。いやでさ、みんななんか背中向けたなと思ったら、社長ファーって出てきてさ。まあこれソータがジャンプするところだよね、本来。ああ、そうだね、そうだね。ジャンピングソータが、
まあ、社長モーゼになるみたいなとこだよね。うん、モーゼ。で、サビのところ一緒にみんなでダンスして、みたいな。うん。本当に5分で覚えたん？完璧なんだけど。なんかさ、なんならさ、なんかこの、なんだろう、弾けっぷりというかさ、うん、やっぱ表現者としての、このなんか凄みみたいなのは、社長は本当もう、画面通してもすごいよね。すごい。なんかちょっとやっぱ、なんかちょっとそうだね。なんか、表情一つもさ、なんか、すごいんよ。なんかもう、怖いっていうか、いい意味で、怖すぎるぐらいなんかガッてくるから、うん、なんか、やっぱすごいよね。うん。なんか、りゅんりゅん先生の、なんか、教えの、なんだろう、見本というかさ、なんかほんとそういう、うん、なんかこれを目指すんだ、みたいな。なんかすごい、ほんと、お手本となる表現みたいな。うん、いやちょっとやっぱそのなんか結構見せつけてる感じ。でもさ、社長もさ、やっぱボーイズもさ、すごいからさ、負けないぞ感ももしかしたらあって、うん、さらにね、もっともっとなんかパワーも出たんかもしれんね。わあ、そうだね、そうだね、絶対そうだわ。なんか、うん、ギア入れてそうもグーってね。ねえ、なんかそうだね、普通にやってもすごそうなのにさらにギア入れてる感はちょっとあるかもね。うん、うん、いやすごいね。どういう関係なんマジで。なんか、プロデューサーであってさ、仲間感がすごいからさ。うん。ねえ。もうなんか泣きそうな感動して。やばいわ、マジで。ちょっと胸いっぱいだよね、本当に。うん。うん、で、その炎を燃やせ、で、後ろ向いて、うん、その後みんなでやっぱ高ぶるからさ、うん。あの音楽を楽しむモードになるじゃん。本当に。そうだね。あの、本来だったら、ボーイズだけのバージョンだったら、ヒュッてさ、止まるけど、もうそのままね、もうそのままの流れでもう足踏み始まったよね。そうだね、あの、うん、みたいなやつで、ね。そうそうそう、大好き大好き。で、まあ、スタッフさんとかにも向けて、1ヶ月合宿ありがとうございました、みたいな感じで。でさ、それでさ、なんかこう、なんだろう、お辞儀してるところの後ろから映った時に、スタッフさんが、その、客席の方でさ、ありがとう、みたいな感じでこう、手を振ってるんよ、みんなに向けて。ああ、そうだね。後ろの方からとかね。だから、こう見てるスタッフさんもめっちゃ感動したんだろうね。ああ、そうだね。なんか、すごいものを見たみたいになりそうだよね。なんか、目撃者みたいな。ああ、僕たちは、目撃者。AKB ですね。はい。いや、でもそうだよね。これはちょっとスタッフさんもすごいね。なんか感動しそうだよね、めっちゃね。感動する。やっぱ、作られたものじゃないんだね、やっぱ感動は。うん。そう、だってこのさ、だって一緒に踊りましょうのステージだって、急遽さ、多分台本ってか、もうそもそも台本はないけど、ね、うん、急遽できたものだし、うん。すごいね。なんか本気と本気がぶつかったら、なんかこういうことになるんだね。うわ、すごすぎる。うん、ね。で、以上、ザ・ファースト合宿終了って、社長が、わーって拍手して、みんなでわーって手挙げてさ、うん、みんなで讃え合うみたいな雰囲気、うん、で以上でね、今回はここでねストップなんだけど、もうやっぱよかったね。ここのところさ、やっぱさ、そりゃサムネにしたくなるよってなるもん。そうだね、17の1のサムネね。そうそうそう、 YouTube の方のね。うん、うん、いやそうだよ。だってこんなちょっとすごいもん、この歴史的瞬間っていうかさ、もう素晴らしい、うんうん、なんかすごいステージだから。なんかほんとザストほんとすごいからさ、そりゃなんかちょっと亡霊というか、ザストを追い求め、終わった後ザスト追い求めそうで怖いよ自分が。うん、なんか定期的に見たくなる気持ち分かる。我々さ、まだ初見ってか1回目じゃん、うんうん、あでもなんか結構さ、追いザストしてますとか30回見ましたとか言ってるさ、なんか30回本当かよって思いながら、これなんか分かるね。分かる。癒される時は、じゃあ今日はどこかなみたいな感じになるんだと思う。なんか、ああ、そか、自分の気持ちに今日の気分はどれだろう的なやつね。あ、でもちろん最初からの人もいると思う。そもそもお好みだと思う。そうだね。お好み。誰？食堂の人？誰？何？ママクラブ？ママクラブドレッシングのメーカーなんか知らんけど、入れ物だから。翔太さんがね、うん、かけるやつだから。そうだね。いや、だからそうだね。だからちょっと泣きたいときはこれとかさ、高ぶりたいときはこれとか、いろいろあるかもしれないね、うん、それぞれね。うわぁ、うん、そうだね。うわぁ、なんかもう、好きなシーンベスト5とか作り出すのやばいだろうね。うわぁ。うわぁ、もう今浮かんじゃいましたから、やばいんよ。やばい、これやるやつだ、終わったら。ダメだ。終わったらやらせてください、本当に。楽しみだね。なんかちょっとそれ。うん。まあだからさ、次の追っかけザストが楽しみだよね。そうだね。